おはようございます。鈴木直美です。今週も家づくりのモヤモヤ始まりました。皆さんよろしくお願いします。今日は鈴木メンバーの浅野と2人で進めさせていただきます。よろしくお願いします。じゃあ浅野くん、今日はお願いします。鈴木のリフォーム担当している浅野です。ちょっとラジオ初めてのラジオなんでちょっと緊張してます。よろしくお願いします。お願いします。まあ、浅野くんはさ、こう、まあ、鈴木に入って2年ぐらい経ったんだけど、そうですね。はい。うん、まあ、リフォームと新築の現場の方を、こう、はい、まあ、主にね、やってもらってるけど、なんか、働いて2年で、なんかこう、感じたこととか、はい、まあ、驚いたこととか、なんか、こう、生きてきた中でなんかこう、変わったこととか、なんか、あ、生きてきたことの中で、そうですね、一番、まあ、驚いたところっていうのは、こう、家作る、ていく仕事ってこうどういう風に作っていくのかなってよく分かんなかったんで、うん、まあ、どういう風に日が立っていくのかっていうのがまず見れたのが一番最初驚いた。こんな早く出来上がるんだっていうのが一番驚いた点で、まあ、2年間経って変わってきたなっていうのは、そうですね、まあ、多分皆さんも知ってる人は知ってると思うんですけど、体重が激増したっていうぐらいですね。ああ、体重ね。はい。学生の時の写真はすっごいほっそりしてた。そうですよね、ほっそりしましたよね。あの時は何キロぐらいだったの？あの時が70ちょっといってないぐらいですね。72とか3、いってない、68とか9ぐらいですね、あの時は。はい。あれ、今は今、そうですね、80後半。80後半、2年で、ね、2年で80後半、だから20キロぐらいだいたい太ってるんですかね。そっか、別に仕事で太ったわけじゃないよね。仕事で太ったわけじゃないですね。美味しいものよく食べれられるようになったんで。ああ、なるほどね。実家暮らしになったっていうのもありますけどね。あ、前一人暮らしだったから。そうですね。ああ、まあ、あ、そうそう。年齢は何歳？年齢は24です。24。本当の年齢も？本当の年齢も24。本当の年齢も？よくみんなに間違えられますけどね。え、いくつに間違えられるの？30とか。25は28歳とかよく間違えられますね。ああ、風格が出てるからね。いや、これ痩せたら多分違うよね。痩せたら違うと思いますよね。うん。なんかダイエットとかやろうとしてる？そう、ダイエットも、うん、まあ、ちょっと時間ないんで、なかなか運動できる時間もちょっと自分では取れないんで、うん、まあ、楽しようということで、うん、EMS っていう、こう、電気でこう振動してブルブルするやつですか。ああ。ちょっとなんか最近なんかこう、夢のサッカー選手が CM でやってるやつがあったんで、うん、とりあえず購入して使ってみてます、うん、どう効果っていうか、どうなんですかね。どうですか、変わりました？いや、どうだろうね。見た目だとなかなか判断しづらいね。まあ、でもなんかこう筋肉動かしてるなって感じはしますってくらいですね。なんか筋力がアップしてるの、なんかまあ細くなってる感じも、締まってる、なんかこう振動させて筋肉動かせて、なんですかね、脂肪燃焼させると筋肉を引き締めるっていう感じみたいですよ。へえ。そこまで僕も詳しくないんですけど。これ仕事中も一緒にできんじゃないの？あ、仕事中ですか。仕事中。仕事中まではどうかなとか思ってつけてないんですけど。いやー、バッテリーとか電池式なんで、結構一日使っちゃって結構電池が持たない。へえ。そうなんだ。今に腕につけるやつは止まっちゃってます。うん、使いすぎで。あ、電池も特殊なやつ？いや、あれなんですよ。それ変わってて、普通だとなんかバッテリーとか、あとコードに挿したりとか使うやつ多いんですけど、うん、平らのこの円盤型なんですけど、電池。ああ、そういうやつね。あんまり売ってないやつ、ね。あんまり売ってないやつ。ちゃんと電気屋さん行けば、まあ、売ってるかなっていうぐらいのやつですね。なるほどね。それは、毎日使ってる、本当に。毎日使ってるんですよ、寝る前に。一応、書いて、25分毎日使用してくださいみたいな書いてあって、25分はちゃんと。あ、でも通勤時間でもいけそうだね。そう、通勤時間長いんで、うん、通勤時間使えば全然余裕でいけちゃいますね。じゃあ、あれ、何ヶ月ぐらいに成果が出そうなの？ほら、もしかしたら、ほら、ね、ちょっと細くなったら、はい、ね、お客様からも人気が出るかもしれないし。ああ、そうですね。そう、痩せた浅野くんが見たいっていうことで。3ヶ月ぐらいには、ちょっとこう、もつりこう、ちょっとくびれてんじゃないですかね。なるほどね。あ、浅野くんさ、はい。まあ、2年間、
仕事をした中で、はい、なんかこう失敗したこととか、はい、嬉しかったこととかっていうのはなんかある？そうです、いっぱいありますね。失敗やっぱり仕事始めたのは初めてなんで、うん、まあいろいろわからないことだったりとかあったんで、うん、特に具体例で言うと、浴室のリフォーム、こうタイル張りの浴室をリフォームしたんですけど、うん、その時そこの、なんですかね、浴室の扉の部分で交換することになって、うん、まあ、無事に付け終わったんですけど、うん、一日をちょっとお客様の方から、うん、扉の方から水が漏れてくるということで、うん、っていうことで、とりあえずもうすぐ現場に行って、うん、なぜこうなったのかとか、うん、まあ、業者さんに聞いたりとか、うん、いろんな人に聞いて、結局取り付ける向きはちょっと、逆だったっていうことになって、まあ、結局。なるほどね。剥がして付け替えたんですけど。あ、全部やり直しね。そうですね。あれは結構、まあ、大変でした。お客さん自身はどうだったの？その時。あ、お客さん自身は、うん、特になんか、まあ、確かに困っては困ってたんですけど、うん、まあ、いろいろちゃんと対応してくれたんで、別に気にしてはなかったみたいですね。うん、なんでこうなったのかは逆に不安だったみたいで、ゲーム分かったんでご安心して、今でも使用してもらってます。心境的にはどうだった？失敗した時。いや、焦りましたね。やっぱり、入社して多分1年目、一年ちょっと経ったぐらいの時だったんで。ああ、ちょっと慣れたぐらいの時、ね。慣れたぐらいの時で、うん、まあ今までちょっと大きなミスがなかったので、まあ順調に進んでたんで、うん、まあ多分その時は一番初めてだったんで、うん、ちょっとヒヤッとはしましたね。ああ、どうしようみたいな。別に心は壊れなかった？それは壊れなかったですね。うん。まあでも逆にお客さん困ってるわけですから、うん、まずそっちをどうにかしないとっていう感じですね。ああ。結構そこでなんか成長した感じみたいなのがあった？あ、それはありましたね、やっぱり。失敗して、やっぱり自分がいろいろ知らなかったっていうこともあったんですけど、うんうん、こういう時はこういう風にしなくちゃいけないとか、うん、まあそれも付け替える武器とかも初めて付けたものだったんで、うん、今度からまあそう逆に付けないようにとか、うん、そういう風にならないような商材にしたりとか、うん、いろいろ勉強にはなりましたね。そうだよね。まあ、失敗すると、ほら、会社も痛いからさ。そうですよね。そう。すいませんでした。そう。だからまあね、学んで成長してくれればね、はい、うん、それはそれでいいことだしね。うん。うん。嬉しかったこととかってなんかある？嬉しかったこと、やっぱり今、仕事するまでって、なかなか人から感謝されることってあんまりこう、直になかったような気がするんですけど。ああ、そうだね。学生とかだと。学生とかだと、なんか、まあ、友達とかありがとうとかなんか言われたりはしますけど、うん、まあ、ありがとうっていうだけだと思うんですけど、本当になんかこう、うん、感謝されるっていう感じなのはなんかこう、働いてから、リフォームして、まあ、店舗改装のリフォームだったんですけど、うんうん、まあ、いろいろこう、20年間働いてきて、うん、いろいろこういうふうにしたいっていうのを、考えて、その後、リフォームしたんですけど、うん、自分が思ってた以上にこう仕上がり良かったみたいで、まあ、僕はこれがいいだろうと思ってたんで、うん、やってただけなんですけど、うん、すごく本当感謝されて、その時は嬉しかったですね。なんかありがとうっていう、本当になんか同じ言葉なんですけど、なんかこう意味合いが違ってきたり、言葉じゃなかったってことね、はい、具体的にそのお客さんはなんかこうこうしたいとかってなんかあった？やっぱり20年間働いてきて、最初はまあこういうふう、うん、こういった場所に収納を置いたりとか、椅子を置いたりとか、うん、コンセントを置いたりとかが使いやすいだろうなと思ってたみたいなんですけど、うん、やっぱり、仕事していく上で、うん、コンセントやっぱこっちの方がいいなとか、うん、いうふうに したいとか、あと、やっぱり今風なんでおしゃれにしたいっていうのが一番多かったんで、まあそうだよね。例えば板壁にしたりとか、うん、針、見せ張りを作ったりとか、うんうん、まあだいぶおしゃれになったよね、あそこね。そうですね、本当に、うん、その点におしゃれっていうことに関してお客さんにもすごく喜ばれるみたいで、うんうん、まあ、そのお店に来たお客さんからもすごいねって褒めてもらったりもしてるんで、うんうん、やっぱそういうところ大事だよね。すごく大事です。あ、でもその時はなんかこう自分で努力したところって、ね、どんなことだったりするの？あ、努力したことは、うん、まあ、おしゃれにしたいっていうことだったり、とにかく、うん、おしゃれに見えるような商材をこうひたすら調べて、うんうん、もうお客さんのところに持って、これどうですか、これどうですかとか、うんうん、あ、じゃあこれこういう風にしたい方がいいですねとか、うんうん、まあ、板壁とかも実際サンプル、材木屋さんにちょっともらって、うんうん、こういうのがあるんです、これでどうですかとか、うんうん、店に行ったりとか、うん。で、それ喜んでもらった時にさ、はい、やっぱ適当にやるよりはすごい、徹底してやった方がいいなって思わなかった？あ、いいですね。
うん、徹底してやった方が絶対いいなと思いましたね。自分もなんか達成感って言ったらちょっと、うん、いいのか分かんないですけど、うん、あの終わった後にやっぱり達成感すごく出るんで、うん、お客さんにも喜ばれて、まあ、自分のためにもなってすごくいいなと思います、ね、うんうん、やっぱね仕事は徹底してやらないとね。徹底してやりましょうね。そうだね。そろそろお時間になりました。お相手は鈴木直美でした。また来週。